日はリコール対応の、前に取り外したフロントメンバーの、パワーブレークを取り付けたいと思います。アンダーカバー2を外します。持ち目部分を外します。残りのネジもさっさと外します。落ちないように外します。後ろ側へ引っ張るとカバーが外れます。カバー1を外します。グリップ7つをまず外します。グリップ外しがあると楽ですね。ネジもどんどん外します。最後のネジです。しっかり押さえて外します。こちらも後ろに引っ張ると外れます。点検します。錆が発生してきてますので、補修します。汚れを落とします。モノタロウのシャシブラック塗ってみます。しっかりマスキングした方が良いですね。アンダーカバー2の固定ナットも錆があるので一部交換します。
のレースの取り付けに入ります。成功しときます。メンバーと持ち目部分のボルトを外します。サビが出てますので交換します。他のネジも用意してあります。重いのでジャッキで支えときます。4箇所ネジを入れ軽く締めます。内側2箇所は付属のボルトナットで固定します。位置を決めながら動かない程度に締めます。内側も位置を確認しながら完全に固定します。ロングメガネでしっかり固定。外側もしっかり固定。
で状態を確認します。カバーを戻します。カバー石のネジは錆がひどいので、全部交換します。カバー石を取り付けます。のネジをしっかり締めます。全部固定して全て完了です。本動画を参考に作業を行うときは安全に注意して、自己責任によって行ってください。ジャッキアップ後は馬などに車を乗せ落下しないように十分注意をしましょう。砂利でなく舗装やコンクリートなどの平な場所で作業を行いましょう。車の整備所や部品の取扱説明書の指示に従い作業を行いましょう。